プロレス王子の光本です。さあ皆さん、前回はあの東京幡ヶ谷のニーハオで、あの番組放送から22年ぶりにあの野坂義郎達人が登場してくれましたね。70代になった野坂義郎達人、本当に元気そうで何よりでしたね。そしてたくさんのねお話が聞けましたね。商売とは何か、お店を継続することとは何か、そういった貴重な話が聞けたところで、じゃあ今回はそのね、22年前のあの愛の貧乏脱出大作戦で大阪のロンシャンが習ったあの水餃子と焼き餃子を今回はいただこうと思います。ぜひ皆さん、これを見ていいなと思ったらぜひあのニーハオに来店してあげてください。野坂義郎達人はまだ元気でやっております。じゃあ、例えばちょっと水餃子と、その番組だった水餃子と、営業始まっちゃったんで、水餃子と、あと何でしたっけ、その、あの焼き餃子、焼き餃子一個ずつちょっといただいていいですか。どうぞ、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 こっちあるから。カウントさんに水餃子と焼き餃子と、シューマイに行くらいになりました。シューマイない。すごいね、あのまんまですね、やってることが。昔も今同じ。餃子の生地も、はい、この餃子のそのあれっていうのは小麦はどういう小麦ですか。日本産ですか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。カメリア。はい、カメリア。あ、カメリアね。はいはい。じゃあ飲んでください。はい、ここは大ですか。5時半にの方が入りますから。あ、ここ5時半分かりました。はい、拿个是啥？焼き餃子。
これは完璧だ。はい、わかりました。これで、シュガー入る。はい、シュガー。あ、さあせ、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。ちょっと待って、どうぞ。はい、今右。そうなんですか。あの番組は22年経ったんですか。そうですよ。はい、はい、生だって。2番右、桃と生食中毒出したら生と桃、はい、カニチャーハン前から番組飛ばせるからカニチャーハン、そうなんだ。達人はなんかそういう野坂さんは野坂さんはなんかそういう中国とか台湾とかは行ったことあるんですか。全部行ったことあるな。台湾など何回も行きました。どうです台湾とかは。いや、食べ物は美味しいですよ。中華、はい、やっぱり中国も昔の中国だったけど美味しいですよ。最近はよく分かんないんだけどね。やっぱりそうなんですか。はい、やっぱ美味しい。台湾は美味しいですよ。やっぱ向こうにも何年も修行で行かれたりしたことあるんですか。ただそれ遊びに行っただけです。そうなんです。結婚相手が中国、はい、結婚した相手が台湾の人だった。ああ、そうなんですか。修行は全部こっちの方で、北京の方から来た国産とか、自然飯店の人とか、そういう大きな店だったので、チーフクラスはみんなそういう人たち、天津の人もいる。でそういうところでやったんです。で今その奥さんは台湾ですか。そう、台湾の奥さんは離婚しちゃっていないです。え、あ、あ、そうだったんですか。はい、おかげさんで今こうやって下地を作ってもやってますよ。この彼女たちは中国の方ですか。いや、みんな日本人ですか。そう、アルバイトです。日本人だから。そうですね。一人だけあっちの子がいるんですね。あ、はい、そうなんですね。もう食べてください。あったかい、どうぞ。はい、はい、美味しいですよ。はい、わかりました。正確だからどうぞ。はい、はい、あ、私どうぞ。
いただきます。22年後にこうして番組で習ったこのあの味、この焼き餃子を、まあ、ロンさんでは食べれなかったけど、百人店でこうやって食べれてとても嬉しいです。はい、ニハオです。あ、ごめんなさい、もう全部受けます、取れません、席がないとね、ちょっとごめんなさい。今水餃子いただきます。あの時あの佐藤さん、本社の佐藤さんが苦労した水餃子です。なんかもっちりとしててとても美味しいです。今何するんですか。いや、今全然入れないで。あ、本当だ。はい、ニハオです。6時半もですけど、7時だったら取れます。はい。じゃあ7時で2名さんでお待ちしております。お名前を押してください。高橋さん、ありがとうございます。7時2名さんお待ちしております。はい。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。まあ、全員で席がないと見る通りでもう次はずらって今8時9時になります。今順番に取ってます。土曜日はコーナー足りないです。決して意地悪でなくて設置するものがないです。ごめんなさい、本当ごめんなさい。どうでしたっけ。
はい、どうぞ。富坂さん、峰さん。富坂さん、峰さんですね。はい。今、ちょっと今席作りますから。もう、あの、僕はいいです。もう。89でいいですか。8回。どうぞ。じゃあ、 あのお会計をお願いします。達人、お会計、お会計お願いします。お会計です。いやいや、宣伝してください。いや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 、とんでもない、とんでもない、本当に本当に。いやいや、いいですよ。いやいや、宣伝してください。大事大事、何もそんなもん大事です。マジですか。マジで大事です。おかげさんでみんな宣伝してくれたからですよ。いやすいません、なんかうちのシューマイも美味しいでしょ。今度は宣伝してください。はい、ありがとうございます。じゃあすいませんけど、何でもない、とんでもないです、はい、もう何でもちょっと宣伝してやってください。はい、じゃあどうもすいません、ありがとうございます。どうも、はい、じゃあ、 あの配信するときまた言いますね。じゃあすいません、お忙しいところ。もう大変ですね、編集やって、はい、YouTuber になって、はい、はい、じゃあ後で見てみますから。はい、わ、ね、かりました。はい、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。失礼します。どうも、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。そして次回は、さあ皆さん、この横浜中華街といえば、あの南ちゃんとか屋台ラーメンとかね、タンポポ以外に修行された方いましたよね。あの東京世田谷区の上海飯店の小峰さん、ね、いや、あの方のね現状を次回は追っていきたいと思っております。それではまた次回お会いしましょう。修行態度が良くなくてね、人の話も聞かない、家族のこととかね、やっぱあの達人がね言ってましたね、お前のことは大綺麗だって言って、もう本当達人を泣かすほどのね、もう本当にもう手のつかないあのご主人。あの番組放送から21年ですよ。さて、あれからあの夫婦は、そしてあの子供たちは今どうしていますかね。番組の最後に合格を与えた達人が言った70点、あとの30点は宿題。その70点男の21年後の現状を追跡してまいります。